はい、こんにちは、タカです。今週のポイントというのはもう一昨日のドル、大きく売られましたけども、この売られたドルがどうなっていくかというところになってくると思います。完全にレンジからはもうブレイクしましたからね、ひとまずこのドル売りのトレンドというのを意識して、そ場の方は僕は見ていこうかと思います。では、昨日の動き、振り返ってみたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。ドルは昨年の11月の後半あたりから基本的にもう動きはなかったです。ずーっとレンジ相場。この上にある赤いラインが去年の最高値です。ですからこのレンジ相場というのは去年の最高値をずっと伺っていたわけですけども、おととい、下の方にブレイクしたことによって一旦はこの高値チャレンジは失敗の形ですね。高値から見れば売りのトレンドにもなりますから、まずはこの下落を意識して見ていくことになると思います。見ていきたいのはドル売りということになりますね。多少調整で戻りが入ったとしても、これも一旦は売りを見ていくということになりそうですかね、戻り売り。短期的にはショートの目線で、一旦しっかり流れが止まるまでは売り目線で相場の方を見ていくことになると思います。昨日の動きですけども、日足は安値を更新。大きな動きというわけではないですけども、事実として大事なのはこの安値を更新してきたということ。現状全くまだ流れが止まっていないという証明でもありますから、これではなかなかこうドルをロングで見ていこうとはならないですね。今日も引き続きまずはこのドル売りを意識して見ていくことになると思います。ただペースも早いですし、今日は金曜日ということで、週末でもありますんで、この突っ込んだところのショートなんかはこれは気をつけたいですね。ドル売りを意識していくにしても、売る場所というのはあると思います。はい、こちらが週足を重ねています。週足を見てもレンジからのブレイクの形がしっかり見えています。仮に今日多少調整が入って戻りが入ったとしても、ある程度の戻りなんであれば、週足レンジのブレイクにはなってきそうですから、これは来週にもつながる動き。来週もドル売りを見ていく環境というのはあると思います。こういったのを考えても目線としてはやっぱり戻り売り、どこで売っていくかというのを意識してドルは見ていくことになると思います。今のところは買い場を探していく必要はないとは思いますけどもね。ロングを意識していくんであれば、せめて冷やしレベルでしっかりまずは流れを止めるぐらいは見たいところですかね。週足もブレイクしてきていますから、かなりの大きな売りのトレンドの可能性も出てきています。中途半端な値頃感の締め買いとかは気をつけたいですね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日も一番弱かったのはドルということで、ドルは継続して弱いですね。そして昨日目立っていたのが円。ただこの円に関しては僕はもう調整の動きだと見ています。今週も買いが入ったり売りが入ったりとかなり忙しい動き。ボラの方も大きいですね。ただこれはもう仕方がない部分あると思います。去年の末から円はすごく弱くて、大きなトレンドが出ていました。今は流れが止まっていますから調整を見ていますけれども、大きなトレンドが出た後の動きになりますから、調整もそれなりのサイズの調整というのはこれは意識して当たり前ですからね。もうこれは動画の方でもたびたび言っていたと思いますけども、この円に関しては注意したいですね。今はトレンドを見ていくような環境ではないと思います。ある日には買われて、ある日には売られてという値動き、これは出やすいんじゃないかなと思います。そして昨日から僕が違和感という形で話をさせてもらっているのが、特にユーロポンドあたりですかね。ドルに売りが入っているわけですから、対照的に何かが買われるような通貨というのは当然出てくるわけですけども、その際にこのユーロやポンドというのは買いが入ってきやすい通貨だと僕は見てたんですけども、昨日もそうですし、一昨日もそうですよね。全く買いが入っていないです。この環境がすごい違和感を感じますね。一昨日だけなんであればね、1日だけの動きになりますけども、昨日もそうです。昨日もユーロもポンドも買い入ってないんですよね。そのうちこのユーロに関してはもうここしばらくずっとユーロには買いが入ってこなかったです。本当にユーロというのは弱かったですから、弱いのかなという目線でもあると思いますけども、一方でこのポンドに関してはもうこの1ヶ月ぐらいですかね、ずっと強いトレンドが出ていました。この環境下でドルに売りが出てくるんであれば、ポンドドルなんかはもうどんな上昇になるんだろうと、そのようにも思っていたわけですけども、かなりの上昇にはそれでもなっているわけですけども、ポンドに買いが入っていない。ドルの方に動きが出てから、このポンドには全く買いが入らない状況になっています。決して売りが出ているわけではないですからね。すぐに売りだとやっぱりならないですけども、ただ今までが相当強い流れがありました。この流れが止められたとなってくると、このポンドも調整局面入りというのを考えていかないといけないかもしれません。環境としてはユーロも同じですね。ユーロも買われるチャンスがあったわけですけども、それでも買いが入ってこない。それだけユーロが弱いと。これも決して売りが入っているわけではないんですけども、買われないというこの事実がすごくやっぱり違和感を感じます。この環境の答えというのは今日すぐに出てくるわけではなくて、少し先ですかね。来週とか、再来週とかそのあたりに結果としては出てくるんでしょうけども、ドルの方に売りが入ってくると他の通貨は相対的にやっぱ強い環境にはなりやすいですけども、決してユーロやポンド、今のところは買いが入っているわけではない。決して強いわけではないというのは抑えてはおきたいですね。おとといは5ドルに買いが入ってます。昨日は円に買いが入っています。このあたりはね、わかるんですけども、ユーロやポンドに買いが入っていない。ユーロやポンドをロングする際はその点注意はしたいですね。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。今日は金曜日になりますから週足が確定します。今週の週足ですけども大陰線ですね。大きな陰線になっています。多少買い戻しが入ったところでこの環境はもう変わりはなさそうですから、今週でこの上昇トレンドは一旦止まることになりそうです。来週以降は調整局面を見ていく。環境としてはレンジからのブレイクの形がありますから、チャートはすごく強いと思いますね。上昇トレンドはしっかり出ていると思います。ただ調整に入るわけですから簡単に上を買うわけにはもいかないですね。強いチャートですから下からは拾っていきたいですけども、ただ大陰線が出た直後ですからサポート探しとはいえこのサポート探すには週足数本必要になってきます。時間がかかります。その間トレードをしないというわけにはいかないですから、短期足で仮のサポートを見つけていくことになります。ただ環境としては売りの流れが今強く出てますからね、サポート探しは慎重に。そしてサポートの候補というのも過去の値動きからある程度の目処はつけておきたいですね。一つが今まで壁になっていた点、レンジの上限がもうこの辺りになります。114円あたりですかね。この辺りはサポートの候補として一つ見ていくことになるんじゃないかなと思います。もう一つは波の起点ですか。レンジの下限、これが113円少し割れたところ。現在地から見ていくとまだ1円下ということになりますからね、少し距離もありますけども、この辺りもサポートの候補として見ていくことになると思います。ただあくまでこれは過去の動きで、今の値動きも合わせて見ていかないといけない。過去にサポートやレジスタンスになっていたから今回も流れが止まるかどうかというのはこれは言い切れないです。ですから今の動きがやっぱり僕は大事だと思うんですよね。個人的には事実を見てトレードをしていくのが一番確実だと思いますから、あくまで参考程度に今の値動きをしっかり見てはいきたいです。そして今はまだ売りの流れが強く出てますからね、この辺り114あたりはサポートの候補ですけども、まだサポートされているとは言えない状況です。ロングは特に注意はしたいですね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足を見ていくと強い上昇トレンドに対しての今は調整の動き。時間調整なんかも意識して相場の方を見ていたんですけども、これもサポート完全に割ってきてますから、こうなると値幅を伴った調整ということにはなってきそうです。それでも波の起点まだ割ってないですからね、流れが止まれば押し目買いという形もあると思いますけども、今はこちらの売りの流れが強く出てますから、あくまで今の環境は調整の売りの局面ではあると思いますけども、短期的な売りのトレンドを見ていく方が、デイトレ目線ではいいのかなと思います。トレンドが出ていますから、今日もですね、更新は意識して値動きは見ていくことになります。もちろん目線はショートということになりますけども、ただだいぶ突っ込んできています。さらに今日は金曜日ですね、週末ということにもなります。さらには壁も近いです。ある程度の調整の動きというのもこれは備えておきたいと思いますんでね、特にこの突っ込んだ場面でのショートは気をつけたいですね。しっかり戻りを叩きたいところだと思います。では少し逆な視点で、調整を意識していくんであれば、じゃあ逆張りのロングなんかはどうでしょうかね。壁も近くにありますから波は確かに反転していくかもしれません。もともとがこういった強い上昇トレンドの今は調整局面ですからね、流れが止まれば買いも入りやすい。ロングを見ていくのも悪くはなさそうではありますけども、ただそれも週足環境は忘れないようにしたいですね。週足は大きな陰線が出て今は調整局面です。大きな陰線出てますから来週も売りの流れ、これは見ていくことになると思います。ということは戻りが入れば戻りよりも出てきやすい環境と、すんなり上がっていくとは思えないんですよね。調整が出てくれば上がるかもしれませんけども、現状まだ流れも全く止まっていない。リバウンドを見ていくにはまだ僕はタイミングとしては早いかなと思えてきます。本当にチャートが強いんであれば、この辺りで一旦流れが止まった環境でしっかり買いが入っていたと思うんですよね。ただこういった買いが入らなかったというのもこれは事実としてありますから、すぐにロングだとはなかなかなりづらいんじゃないですかね。個人的にはリスクを負って波の底をつかみに行く必要はないんじゃないかなとは思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ても売りのトレンドもしっかり出てますね。全く波の反転が見えていません。昨日も足場からブレイクした後は大きな売りのトレンドになっています。今のところ反転の兆しがこの短期足でも見えてないですからね、足場を作ってこの足場から上の方にでもブレイクしていればね、強い流れも出てきたなと思いますけれども、上の方には一切抜けていません。こういったのを見てもドル売りかなり強いなとは思いますけどもね、リバウンドを見ていくには少しリスキーかなと思えてきます。週末ですからね、反発なんかももしかしたらあるかもしれません。調整の戻りなんかも出てくるかもしれませんけども、それを狙う必要性があるかどうかですね。むしろ今の段階ではもうチャートがすごく弱いですからね、そういった調整で戻りがあるんであれば、その戻りを叩けばいいんじゃないかなと思いますけどもね、どうなりますかね。基本的に僕はこのドル売りの流れ、これを継続して見ていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に日足を重ねています。かなり動きが小さいですかね。この辺り下に2回試して抜けていない。サポートも見えています。過去には強い上昇トレンド。サポート見えてくるんだろう。締め買いというのも悪くはないと思うんですけども。ただ上値が重いなとも思いますんで、もしかしたら高値からのこういった売りの流れを見ている人もいるんですかね。攻防が起こっているのかもしれません。ただダウはやっぱり強いですからね。明確にサポート割れるまではもうロング目線でいいんじゃないかなと思いますけどもね。現在であれば36,000ドル、少し割れたところにサポートが見えています。この辺りをバックにロングを意識していく。割れてしまったら青いトレンドが見えてきますからね。例えば売りを見ていくんならばこういった流れが見えてからでもいいんじゃないかなとは思います。少し値動きが収まってきつつありますから、それなりの調整というのも意識しながら、下から拾っていく意識で値動きを追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。昨日は日経平均少し強くなってきたなと話をしたばかりだったんですけどね、いきなり売りが出てきてしまいました。上げの否定ですかね。下のサポートは見えてると思います。これが 28,200 円あたりですかね。ですから明確に割れてくると大きな売りの流れも出てきそうですけども、サポートも見えてますからね、売るにしても売る場所は慎重にはなりたいです。今の位置はすごく壁が近いですからね。もし売っていくんであればしっかり戻りを待つということになりそう。上の壁は 29,000。これも明確に何度も壁になっているポイントですから、ここはもう注目して見ていくことになると思います。この 29,000 バックにショートですかね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。日経平均なぜ今ショートを見ているかというと、週足レベルの大きな下落トレンドが見えているからですね。今これ戻り入っていますけれども、あくまで調整の戻り。壁が見えてくればショートをしたいという環境で、29,000に壁が見えてきてるんですよね。ただ短期足、日足レベルだと 28,200 円あたりにもサポートが見えていたわけです。上下に壁が見えていますから、調整のレンジというのを意識していけばいいと思うんですよね。レンジが見えるんであれば下からは売りたくないですね。環境的に売りは見たいわけですから、上から売っていきたい。もちろん抜けてしまったら根拠の崩れ、一度は撤退ということにもなりますから、引きつければ引きつけるほどリスクも小さくなるということにもなります。僕は今でも日経平均というのは弱い、売り目線ではありますけども、今の相場の現在地の把握はしっかりしてはおきたいですね。現在はレンジの下限付近にいるように思います。上から売っていく意識で値動きを追っていきたいとは思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD、1時間足に冷やしを重ねています。金は今週すごく強いんですよね。上昇トレンドになっていますけども、一旦昨日で流れが止められました。止められたポイント、過去を見てみると同じようなところで壁が見えています。これ1820とか30ドルあたりですね。流れは強かったと思いますけども、一旦このように流れが止まってしまうと壁は意識されてくることになると思います。さらに今の波の起点はここですからね、1790ドル。もし調整の売りが出てしまうと結構大きな売りが出てきてもおかしくないですからね、ロングは慎重にはなってしまいます。はい、さらにこれが4時間足、週足を重ねています。週足環境を見ていくと金はもうずーっとレンジ相場です。もうこの半年ぐらいレンジですね。そして今の現在地、レンジの高値圏なんですよね。ですから直近高値で抑えられただけではないんです。週足レンジの上限にぶつかって流れが止まってもいます。そして今日は金曜日、週足が確定します。今日しっかり買いが入ってくればブレイクにもなってきますけども、そんな簡単にブレイクする壁かどうかというのは慎重に判断をしたいですね。ただもう半年続くレンジです。もしブレイクしてくればそれなりのトレンドというのはこれを意識して見ていくことになると思いますから、仮にレンジ上限からのショートを意識していくんであればこれ抜けたらどうするかはちゃんと考えておかないといけないとは思います。日足を見ていくと昨日で一旦流れが止まった。ということはレンジ上限、この壁というのは意識されてるんだろうなというのは値動きからはわかります。あとはもうブレイクしていくかどうかですね。ショートを見ていくのも面白いとは思いますけども、抜けた時の対処。ロングをしていくんであれば、この高値圏というのは攻防が起こりやすい場所ですから、どうしても上がったり下がったりと、振らされやすい場所でもあります。ロングするならなるべく下から。かなり神経質な場所だと思います。もしかしたら大きな動きが出てくるかもしれませんね。特にレンジからのブレイクには注目はしていきたいと思います。はい、ということで、ドルがかなり弱いです。当然ドル円なんかも大きな売りの流れになっています。円に関してはもう調整の動きだと思いますから、ドル円の環境というのは大きく見ていくとドルの環境。例えば波の反発を見ていくんであればドル買いはもう必要になってくるんじゃないかなと思います。ただ今のドルは結構弱いですからね。例えば今日あたりは週末ですから一旦流れが止まることになるかもしれませんけども、これはもう来週にも向けた動きにもなっていると思いますから、今日云々ではないですね。来週まで含めてどのあたりで反発するか、流れが止まるかというところを見ていくことになると思います。そう簡単にサポートラインというのは見えてこないんではないかなと思いますから、であればね、戻りより見た方が流れには乗りやすいんじゃないかなと思います。下への流れが出てますからね。ツッコミ売りは十分注意ですけどもね、今日も引き続きドル売り、ショート目線で相場の方は見ていきたいとは思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。